ああ、ほんと今日だけは仕事のことを忘れて飲ませて。ほんと忘れさせて今日だけはほんと。ああ、なかなかちょっとね、うまいことね。舌が育ってないっつうかね。ごめん。ちょ、一本だけ電話出ていいああ、もう多分,多分,多分一瞬で終わると思うから、ごめん、ごめんね。ちょっとここで出ちゃうわ。ごめんね。もしもしうん、何 はい、寄ってください。当たり前じゃん。お前が各店舗の店長に言わないと誰が言うのお前、そんなことで電話してくんないそういうのをお前にやってくれって言ってんの、ずっと。でしょはい。お願いします。あ、ちょちょ、待って、あと、あとさ、あとさ。 何あれ、売り上げ先週の <laughs>。数字としては悪くないと思いますって。それ全体の話でしょじゃなくて、各店舗の話を言ってんの。各店舗の売り上げ、何あれそう大宮店の話でしょ違う、俺、表参道店の話してんの。表参道店の。 大宮とか幕張が数字いいの当たり前じゃん。競合いないもん。あのエリアで一番おしゃれなお店にしたんだもん、俺が。でしょじゃなくて、メディアが入るお店どこなの表参道店でしょお客さんが拡散してくれるお店どこなの表参道店でしょ表参道にいくつあんのネイルサロンが。 100や200で聞かないよその中で、なんでうちを選ぶのその理由を逆算してお店作ってくださいって言ってんの。でしょお前さん、そう、そう、ね大宮店、幕張店がいくら売り上げても、肝心の表参道が赤字ですってもう格好つかんぞ、そんなの。 でしょうよ。もう、はっきり言ってさ、もう、いや、言っちゃうけどさ、立川のお店がいくら売り上げたって何にもならんぞ。もう、そんなもん。そうじゃん、の立川のお店いくら売り上げたってさ、変にもならん、そんなもん。だろ表参道を、 の数字を上げてこそ意味あるんでしょずっと言ってんじゃん、それは。うん。うん、それちょっともうちょっと考えて。はい。あ、あとさ、あとさ。あれ見たぞ、なんだあれ。なんかバイトのこのインスタのストーリー。お酒飲んでウェイみたいなやってんのあれ。池袋の子かな、あれ。あんなことやらせてじゃダメだって。ねえ。 お客さんはさ、各店舗のネイリストのさ、インスタ見てくるわけでしょおしゃれな、さ、あ、カフェとかをあげてんならまだしもそう、なんかホッピーみたいな飲んで、ウェーみたいなさ、あれを見て来たいと思うかねえ、そういうとこをちゃんと言っといて本当に。うん、池袋。多分池袋だったと思う。はい。 お願いします。はい。はぁ、あ、頭痛い。はい、じゃあ次ですね、えー。先週のお客様からのクレームで何か気になったものありますでしょうかえー、居酒屋ででかい声で喋ってたって 内部の話を。でも、うちのスタッフでも間違いないの。あの内容的にな。はぁ、あ、もう聞かなくても犯人わかるわ。池袋